あと気になることといえばブロッコリーが乗ってることだけなんだけど、お食事が食べたいですね。ほらチーズ、ネズミが出てくる。お化けじゃなくてさ、なんかでかいネズミとか出てこないかな、ダークソウル的な。え、これポールロング出てくるんじゃないの。ルイージマンション1で倒したはずのポールロング。なるほど、全部入れたらいいんだ。ここに面白いギミック考えるな。ラスト1個、何ラスト1個、あれ何、ビリヤードじゃないよね。え、何、怖い音、めちゃめちゃ怖い音なったな今。豚の尻尾、豚のおけつ、プリケツだな、プリケツ。怖い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 、下からライト当てる豚怖すぎ。せっかくだから俺はこの真ん中の扉を開ける。開けるんかと思ったわルイージ、俺の想像の一歩上を行くな。おお、豚のカゴだ、おいしい。あ、玉が1個落ちてる。え、すべてポケットに入れたって俺入れてないけど、いいの、最後の1個自分で吸い込んだだけだけど、いいのかそれで。またトイレ、せっかくだから俺はこの真ん中の扉を開けるぜ。開けてくれルイージ、普通に開けることを忘れたな。え、触れなくていいですかあれについて。お化けだよね。ああ、君ね、はい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 。んー、なんかもうルイージ全然水大丈夫だけどうう、女子トイレでパーティー、かわいい、これパリピ女子がいるんだな、なんか楽しみで仕方がないな。誰のこれ食料、え、この女子トイレのパーリー内ってなんかあるんじゃないの、これだけ。あと気になることといえばブロッコリーが乗ってることだけなんだけど、火に見せかけたブロッコリー、水流したら中から剣出てきたんだけど、ぼっち飯のパーリー内女子がケツから剣出したってことさあ行きましょう。レストランじゃないのか、レストランだよな。匂い嗅げるの君、美味しそうなバゲット。でもこの状況でこんだけ焼き上がってるのって逆に不気味だよな。不死揃いの中に揃ったものってのがちょっとこう恐怖を煽り立てるね。なんか出てますよ、大丈夫ですか、燃えてますよ。ちょっと不気味な香りしかしないなここ。うわなんか危ない危ない危ない、俺が綺麗にしてあげよう、助けようお化けを。え、吸ってもお化けウムの威力でも吸っても吸っても吸いきれない、二人で吸えば大丈夫と。ほらこだわり持ってそう。ね、理由がわからん、理由がわからんよ君、襲ってくる。ガードさせて吸盤を貼り付けて、オッケー。俺の前に平らなものを出したお前が悪い。 HP 多くない、君もしかしてボス。いや、そんなわけないよ。お前の大事な厨房をお前の体でぐちゃぐちゃにしてやるよ。お前の厨房をお前の体でぐちゃぐ、どうした、絶妙に逃げた、引っ張りたいけどできなかった、逃げ切られた。この勝負お前の勝ちだ、名もなきシェフよ。ハート、おお、こいつも持ったのか。あの魚がかわいそうでならないんやがルイージ、見て何とも思わない Why?あ、そっちか。え？お化けじゃないよ。かわいそうかわいそう。ちょっと待って、ルイージ。かわいそうじゃない？ちょっと今の。あいつの体調のこともちょっと考えて、助けてあげよう、あいつを。ここに逃げ込んだか。さっきの娯楽室じゃん。いるね。さっきそれ壊したんだけどな、誰か直しちゃったなえ、ポールロング、ポールロング来る、誰知らない君、すごい悪そう、グリンチって感じ。投げてくるんじゃないだろうねそれ。うわ、早い投げるまでが。でも HP は100しかないぞ。お前の大事な娯楽室をぶっ壊してやる。今これ勝手に閉じたぞ、まさか。
あーなるほどね、いろんなとこに入るんだ。ルージマンション2の青色お化けみたいな感じね。はいはいはい、どんどん新しい敵出てくるね。かわいそう、逃げる逃げる、だいぶ逃げる。クラウドの剣手に入ったんだけど、バスターソード手に入った、アンジールがお母さんに買ってもらった実は普通の剣手に入った。これを、なるほどなるほど、ルイージうまいじゃねえか、ギミック感満載。うわ、見たくないもの見てしまった。これは一番恐怖だわ、ほんと。てかあのお化けじゃないシーンが怖すぎる。でそれに対してルイージ全く驚かないっていうね。お化けに対してはやたら驚くけど、お化け以外に全然驚かない。お化け以外怖くない男ルイージ。